はい、どうも、皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はね、もう待ちに待った、僕はもう本当に待ちに待ちましたよ。これじゃん、エアタグね、こちらのご紹介をちょっとしたいと思います。まあ多分ね、いっぱいみんな動画、YouTube でも上げてると思うんですけど、僕はね、とりあえずエアタグ4つ、入ってるパックと、とりあえずこのベルキンの1500円くらいだったかな、アクセサリー4つね、こちらの方買いました。で、あとね、後でまた、ちょっと紹介をしようと思うんですけど、これアップルの使い方とは非推奨にはなるんですけどね、バイクに、取り付けて、防犯目的でなんとか使えないかなということで、そこら辺もね、ちょっと今からね、それは実験をまたしていくんですけど、とりあえずバイクに取り付けるためのこうアダプターみたいなやつをね、3D プリンターで作ってみたんで、それをちょっとね、まあ、試作品をね、ちょっとみんなに見てもらおうかなというふうに思ってます。で、まあ、このタグについてはね、僕ね、もう前からいろいろね試してるんですよ。だけどやっぱりこう他社の、まあ、アップルじゃない、もう今まで従来あったものね、僕一番最初買ったのはエレコムの製品だったと思うんですけど、やっぱり他社製品、純正品じゃなかったら、こうなんていうかな、アプリが多分裏でずっと動いて、電池をすごく食ってしまうとか、あとはちゃんと動作してくれない、とりあえずね、動作してくれないといけない時に動作しないっていう、こう信用性、信頼性がすごくなかったっていうのがね、まずあったんですよ。でそれがね、やっぱり純正品なんで、かなりっていうか、まあ正確に動いてくれるだろうと、まあ当たり前のことなんですけど、そこが一番ね重要だとは、思ってます。あとはそのバイクにね、防犯目的で使うっていうことなんですけど、もう事前情報でね、いろいろ出てたと思うんですけど、基本的にはこうなんていうかな、ストーキングみたいなのに使われたりするのが困るっていうことで、この自分の、このエアタグを、他人の例えばカバンとかに仕込んで持ち歩いてると音が鳴る。これもね、事前情報ではね、3日くらい経ったら音が鳴るとか、であとはまあその自分がも入れて持ち歩いてて、 iPhone のユーザーとかだったら、そのなんていうかな、この iPhone の画面に多分警告の表示、他の他人の AirTag を持ち歩いてる可能性ありますよみたいなね、警告の表示が出るというふうに、事前情報であったんですけど、結局はその何ていうか、警告が出た時に音が鳴ったりするのを音だけオフにするのか、それとももう追跡機能自体を完全にオフにできちゃうのか、まあ、それによってだいぶ違うと思うんですよね。バイクにもし、見えないところに仕込んでて、例えば音だけオフにできるんだったら全然問題ないんですよね。これは防犯機能としてできるし、むしろ例えば犯人が iPhone 持ってれば、このバイクには AirTag が仕込まれてるよっていう警告がね、自分の画面に出てくるんだから、まあそれはそれで防犯の意味があるかなと思ったんですけど、まあ、探索機能までオフにできちゃうなんていうことになればね、ちょっと困るなと、それ使えないなと思って、そこら辺はね、また今から実験をしていきたいなと思います。で今日はね、開けて、まあ、設定をねちょっとやるところまで見てもらってっていう感じになると思うんですけどね、まあ、そこら辺が事前情報では気になってたところですね。はい、まあ、とりあえずこれパッケージ開けていきましょうか。本当にね、これはね、もう待ちに待ってたんですよ。今までね、本当にいろんな製品使ってきてね、なんていうかな、やっぱりね、この純正品っていうか、アップルが出してくれないかっていうのがね、もう情報はかなり前から出てたんで、それがね、すごく楽しみで、去年から待ってたんですけど、まあなんか説明書みたいなのが入ってんのと、パッケージこんなんで、じゃん。じゃんじゃんね、こんな感じ。うん、やっぱりちっちゃいですね。まあ事前にも500円玉くらいというふうに、本当に500円玉くらいですね。はい、で、シールがついてますね。これがね、多分事前のユーザーがこうなんていうか、サンプル取れないな、いいよ、あ、これ電池になったかな、これを抜くと、あ、ついたついたね、
もうこれがあのいつものやつですよね、このステンレスみたいなやつで、これ多分傷いくんですよ。でこっち側もツルツルの、なんていうかこれ樹脂かなこれ、になってるんです。これも傷がね、結構いくみたいです。だからまあ気になる方はね、まあそんなんがまだ出てるのかどうか分かんないですけど、シールかなんかこう貼った方がね、保護シールみたいな貼った方がいいかも分かんないです。僕はもうそんなんどっちにしろこんなんもう使ってずっと使うもんだと思ってるんで、もうそういうのはしないですけどね。はい、こういうものです。でちょっと設定をねしていこうかと思いますね。とりあえず画面録画、 iPhone の画面録画ちょっとしておきますね。はい。でもうねこうやって出てきました。こうやってね、ちょっともう画面はこっちで録画しておきましょう。そうよね、接続っていうボタンを押します。でこれ何につけるかっていうのが出てきましたね。これはじゃあとりあえず鍵にしましょうか。鍵ね。でこの選択肢の中に自転車っていうのもありますね。自転車にはつけてもいいのかなよくわからないけど、うん、まあいい、まあいいやあのとりあえず鍵にしましょう。鍵は絶対つけますからね。鍵、位置情報の共有、まあこの iPhone を使用、これ Apple の AirTag を Apple ID にね、紐付けをしますと、これで今設定をしてます。まあ画面も iPhone のね、いつものこう AirPods とか設定するのと一緒ですね、全くね。でこれは正確な場所、まあアップルのこの探すのアプリで、表示ができると。ああ、それでもう設定終わりましたね。これだけですね。早い。すごく早い。ね。だから、設定自体はもう全然簡単なものですよね。もうご紹介するまでもないっていうね。ちょっと動作に関しては、だから今からだんだんと使っていくんで、ちょっと、いろいろね、また試していこうと思います。ちょっと音を鳴らしてみましょうか。一回ね、噴出モード有効にするっていうのをちょっとやってみようと思います。噴出モード、検出時に通知、ペアリングロック、電話番号とメッセージを見つけてくれた人にやる。あ、電話番号これ入力するんですね。3、電話番号とりあえず入れときましょう。じゃあ検出、有効にするでいいかな。はい、これで紛失モードになりましたけど、あ、っていうか紛失モード、ちょっと紛失モードオフにしましょう。ちょっとこれ自分の iPhone じゃわからないですもんね。あの音鳴らしてみましょうか。音こんな感じですね。で探すっていうのをちょっとやってみましょう。あ、画面録画切れちゃってるかな。ごめんなさい、ちょっと切れちゃってましたね。あ、じゃあちょっと探すっていうのやってみますね。あ、もう近すぎると、あ、でもすごい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 、 0.5 メーターとか、あ、すごいすごいすごい正確ですね。もう事前情報通りです、とても。で音鳴らせると。だから探すのこのアプリは結構使うかもわかんないですね。はい、ということで、ま、特にね、これ自体をご紹介することって言ったらもうそのくらいになりますね。であととりあえずこれも開けときましょうか。なんかすごい内容が薄々の動画になりそうで怖いっていうか、それだけ簡単っていうことですね、設定がね。メルキンのやつの一つはね、よいしょ、こんなやつね、これワンちゃんにつけるとかもね、結構皆さん考えて、僕も思ってたんですけどね、ダメみたいですね。なんかそういうのも使えるのかどうかって実際使ってみないとね、分かんないですよね。一応ね、こういうフレームみたいなやつにこうセットして、ちょっとこうロックするのかな。よ、どうしたらいいかな。これ多分クリッと回すのかな。
回すのかな、これは。このままカチンといけばいいかな。あ、違う違う、回すんや、やっぱり。なんかマークがついて、あ、こうですね。カチッとはまって、くっと回すだけのやつですね。はい、こんな感じです。これも結構ね、Apple Store で売れて、今、品切れ中になっちゃって、結構、納期が遅れてるって、あの中で見たんですけど、ね、これ、買いました。であとはあの普通のキーホルダー型ね、これも値段同じだったんですよね。よいしょ、これも同じ仕組みですね。よいしょ、キーホルダーのリングと、あとはまだちょっと開けてないですけど、こうカチッとこうね、はめ込んで回すタイプ、こんなやつね、これで仕込む感じになります。はい、ということで、まあここまでがとりあえずこのエアタグのご紹介。まあ簡単っていうか、もう内容全然わかんないですよね。まあ実際僕も今開けたばっかりなんで使ってみないとわからないんですけど。で、あと僕さっきから言ってるあのバイクに仕込むやつね。こんなやつをちょっと考えてみました。こんなやつ。これね、ステンのネジをね、ネジでこう、よ。ここへね、エアタグを仕込もうと思ってるんですよ。よいしょ。ここへ、ちょっと、ああ、取れてない。3D プリンターって便利ですよね。本当にこういうのを思った時に作れるんでね。まあ、事前にサイズとかはもう Apple から発表あったんで分かってたんで、まあ、こういう風なケースに、ちょっともう一個開けてみましょう。これ、あれだな。よく考えたら傷がいくから、これ一回ちょっと電池を、電源入れるために抜かないとダメですけど、これちょっとこうやって、なんていうか、このシール、そのまま貼っといた方がいいかもわかんないですね。で、これでここの中にこう、ああ、ちょうどいいちょうどいい。うん。こうやって仕込んで、こうやって。で、ここに、ここでこうやって、こうね、中へ入れ込んで、ネジで締め込むっていうね、感じです。で、ここに、なんていうかな、結束バンドで両側をね、止める感じで考えてます。だからこれを、シート下とか、そうやな、できるだけ、こう、パッとこう、犯人が、音はね、多分鳴らせるんで、その誰か見つけた人でも。だから、できるだけ、こう、なんていうかな、あんまり、こう、すぐに手が届かないところ、例えばバイクだったらタンクの下とか、ちょっとばらさないと、外す、なんていうかな、すぐに手が届かないところに、で、あと熱がね、できるだけいかない、あんまり熱こもらないようなところにセットできたらなと思ってます。まあ、だからリアカウルの中とかの方がいいかもかですね。ちょっとばらさないとダメなところね。で、そこへ結束バンドで、こうね、固定しようと思います。で、これでうまく、いければ、なんていうかな、そのバイクの防犯にはとても役立つかなと思ってます。だから自転車っていうね、設定項目で自転車っていうのがあったんで、もしかしたらね、うまくやればちょっとある程度は使えるのかもわかんないですね。はい、ということで、ちょっとね、本当に簡単なご紹介になってしまったんですが、僕も今からちょっといろいろやってみて使ってみようと思うんですけど、まあこれね、本当に皆さん多分使えたら嬉しいとこだと思うんで、また実験してご報告したいなと思います。そしたらね、今日は本当に簡単ではありますけど、エアタグ、ね、のご紹介でした、ね。はい、ではまたちょっと実験して結果をご報告しますんで、それをまたお待ちください。ではでは、さようなら。